ご視聴ありがとうございます。この動画は、宇宙開発シミュレーションゲーム、カーバル、スペース、プログラム、を通して、宇宙開発を楽しむ動画です。ケプラーの法則って、高校時代に公式覚えさせられて、よくわからないけど、覚えた公式から、機械的に問題解いてたような気がする。ほとんど、名前も公式も忘れてしまったよ。ケプラーの法則は、月、地球、太陽などの惑星の運動を、知るときに欠かせない法則なんだ。KSP で、ロケットが地球の周りを回ったり、月や火星に行くときに、絶対必要な法則なんだよ。私たちは、地球や太陽や月の運動によって、季節の変化、海の潮汐など、生活の中でも、惑星の運動の影響を受けて暮らしているんだ。ケプラーの法則も、ただ、公式を暗記するのではなく、ケプラーがどのような経緯をたどって、ケプラーの法則を発見したのかを、知ることが、とっても大切だよ。当時の時代背景や、人々の考え方や知識などを知っておくと、ケプラーの偉大さが分かってくるよ。ケプラーは、1571年12月27日、ドイツのシュアーベン地方にある、自由都市アイル、デア、シュタットにて、居酒屋を営んでいたハインリヒ、ケプラーとカタリーナ、ケプラーの間に生まれた長男だよ。ケプラーの生まれた時代のヨーロッパは、キリスト教の影響がとても強くて、キリスト教の考えに反するものは、場合によっては、異端とされ、火炙りの刑で処刑されることもあった時代なんだ。キリスト教の考えに反したが火炙り。ケプラーの家は貧しかったものの、奨学金を得て進学校に進学した後、1587年、テュービンゲン大学に入学し数学を学んだ。1594年にはグラーツの学校、現在のグラーツ大学、で、数学と天文学を教えるようになった。1597年にはバーバラ、ミューラーと結婚。しかし、翌1598年には宗教上の理由で、グラーツの学校を失職する。そんな折、1599年、ピコ・ブラーエに、助手としてプラハに招かれ、ケプラーはこれを受諾しプラハへと移った。ブラーエとの出会いが、ケプラーにとっては大きな人生の転換期となったよ。次回は、ブラーエとの出会いから、ケプラーの法則を発見するまでを案内します。